まず1枚目なんでこれそうですか。え、そうなんですよ。まず1枚目ですか、これ。ペットの爬虫類の蛇だと思うんですけど、指を貫通してしまったという、これは心霊になるんですかという、まあ疑問ですよね。近くで見てください。あ、近くももちろん見てください。はい、見てください。あ、本当だ。はい。通り抜けちゃったんですよ、これ。中指を通過してるんですか。そうです。はぁ、これどうなんですか、これ心霊なんですかね。どう認定するかなというところなんですけども。縁起は良さそう。蛇が体を通るっていう風に見えるっていうことがですか。そうです。なんか良さそう。縁起良さそう。蛇ってやっぱ縁起ね、良かったりするじゃないですか。はい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 。これの不思議なのが、その、はい、奥の指にピントが合ってるのに、はい、手前のこの指にもピント合ってるじゃないですか。はい、ヘビだけ合ってない。おー、だから今すっごいスピードで動いてるのかもしれないですね。ヘビが。ああ、今。その瞬間が取れたのかもしれないですね。シュシュって。でカメラのペットのヘビだそうですね。パペット。ペットのヘビ。ペット。はい。パペットのヘビなんだ。人形。パペット。パペット。パペットじゃないですか。パペットって言ったんですか。ペットのです。ペットのですか。パペットって聞こえた。どんどん行きましょうか。ああ、不思議ですね。面白い。はい、出ました。はいはい。こちら家族の写真なんですけど、一人の娘さんの顔だけ。多分ちょっと変顔しながらも写真撮ってると思うんですけど、顔半分がおかしくなってしまったので、まあ、ちょっと許可いただいてのご紹介なんですけど、ちょっとズームにしますね。はい、うわ左半分が溶けてしまったという表情も表情なんですけど、なんか口が2つあるようにも見える。そうなんですよ。乗り移ったかのように。普通に口閉じてないですか、下の映像。そう、なんか口が2個あるんですよ。ブレたのかなとも思うんですけど、まあ、多分ちょっと心配で、うん、怒ってください。どうさん、どうですか。これ多分なんか一個、こう多分、はい、この前を通過しただけかもしれないです。あ、霊が、霊が。ああ。別にそう取り付いてとかじゃなくて、はいはいはい。重なっただけの可能性とかもあるんですよ。通り過ぎた。あ、他ぶれてないですもんね。そうそうそう。この子がわってやったのか、あんまり、はい、他も若干このなんか、そうブレてはありますよね。そうですね。でこういう感じの写真って、はい、たまに撮れて、はい、で。僕も島田秀平さんも共有で持ってる写真があるんですけど、ええ、芸人をトンネルの前で撮ったら顔の中にもう一個顔があったっていう有名な秀平さんが持ってる写真あるんですけど、それもこの感じです。こういうタイプは結構撮れるんですね。撮れるんです。まあ、こういうのに別のところに映ってたりするんですよ。あの輝度とか、はい、明るさを上げると出てくるとかよくあるんで、意外と見つかってないんだけど。そう、あ、露天変えたりとか。そう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 、はい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 、やってみてもいいかもしれないですね。なんか一回その大きな木の前に女の人立ってて、はい、暗いんですけど明るさグッて変えたら首吊ってたみたいな写真あったんですよね。珍しい銅像ですよね、これね。そうですよね。これなんかボクシングみたいな、ちょっと場所特定しないでしょ。あ、そうですね。すみません、ちょっと見えたこと言ってしまっただけなんです。じゃあ次行きましょうか。まだありますんでね。こちらの車の、あ、いいですね。いい車高の低さ。ボンネットのところなんですよ。え、怖い。これズームにしますか。うわ、怖っ。これは怖い。顔が映り込んだという。怖い。これ、ね、ここだけなんですよね。目の部分は、なんか認識。これ怖いですね。どうですか、これは。これはなんか。これ向こう側から覗き込んでるような感じですか。はい、いや、ボンネットなんで関係ないですね。ボンネットなんで関係ないです。他にもじゃあ映り込まないといけないですもんね。そうですね。ここだけなんですけど、ノブさんどうですかね、これ。怖、口は。うわー、怖ー、これ。まあ、顔っぽいんですけど、別に。大丈夫ですか。怖くないですけど、俺こっちの方が嫌ですけど。え、右上ですか。うわ、俺は。いや、そっちは気づかなかったわ。こっちもなんすか、これ。そっちの方が怖いんですよ。怖い。これ多分いるんだ。バリ怖い。ちょっと犬に見える。そうなんだ。あ、帰れる。ここで色。顔すよ、ほら。目鼻口じゃないですか、これ。ほら。目の口。うわ。顔さ、色変えれるわ。うわ。あ、そっちの方がノブはなんか感じたんだ。感じる。こっちの方が。気持ち悪い。こっちの方が。だ、そっちに集中するからね。そうそうね。こっちの方がどっちかっていうと気持ち悪かった。気持ち悪い。こっちよりも。まだいっぱいいるんじゃないですか。うん。他にも。いや、いたよ、僕。中古かな、この車。あ、こっちの車についてんのかな。多分、そんな気がするな。うわ
行きましょうか次。女の子いっぱい連れてるんですよ。ちょっとかっこいいですよね。え？こっちの方が僕怖いですけどね。ああ、俺もやりたい。俺もやりたい。やったやったやろう。これちょっと強い怖い。そうこれ。うわ怖そう。指定席は分かります。何か分かりますか。指定席指定席指定席じゃね。中学生学生の頃の新幹線に乗ってて、で写真のまあこれ送ってくれたリスナーは左側の あ、はい、あの窓側のリスナーなんですけど、わー気づいた、まあこれまあ一応顔を隠してんですよ。一応ねまあこれ一応顔隠してんですけど、窓側の方を向いていただけなのに、うん、友達と一緒に写真を撮ったんですけど、うん、手の周り見てください。おいっぽい。これ体の向き的にリスナーは前向いてるんですよ。前か窓を向いてるんですよ。なるほど。と説明を分けてるんですよね。はい、ですけど手前の方のこのピース写真の指、うん、いやいっぱいありますね。何個あります？1,2,3,4,5,6 でも重なってるのもあったら持ってるんですよね。すごい指の数があるんですよ。何それ？あります。これ変ですもん。変ですね。色味違うもんな。なんか本当に後ろからピースしてるだけとかじゃないですよ。じゃないですよね。スリーピースだ。そういうのじゃないです。そういうのじゃないです。スリーピースには見えるんですけどね。はい。ダブルで草とかじゃないですよ、これ。そっちの方が気になったなみたいな。草とか当時流行ってたんかなっていう。そう完全に2つ手のひらが見えますもんね。はい。なんだろう。ね、そうですね。そうですよね。ここもう一個あるですもんね。はい、確かに。でもこれ体の向き的にできないですもんね。まあ本人もしてないとのことですからね。うんうん、はいはいはい、怖い。いや指の中でも結構怖い写真ですね。うん、はい。続いていきましょう。はい。こちらの男性なんですけど、まあ、笑顔でピースして写真撮ってるんですけど、なんかこれ周りになんかこう覆いかぶさってるようにいろんな人が入り込んでる。え、女性？右。いやそうですよね。右上。うわ、右怖い。怖い。女性か。女性です、ね。ここ怖いです。女の子。で、女の子ここ女性。怖い。こんなに喋ってんの申し訳ないですけど、ちょっと目隠してるんですけど、この写真の後に、え？もうこの男性いないです。このように。本当の話なんですけど、いないです。元気にしてればいいんですけど、亡くなってます。事故で。だってちょっと本当に見てほしいとのことで。怖い。ノブさん、ダメですか？怖い。あ、ノブさん、ダメだ。やっぱり。怖いやつ。写真自体はね、ピースしてるんですけどね。その補足入ってからも。そうなんですよ。あ、そうそうそう。そうですよね。ガチです。なんか聞こえましたじゃん。聞こえます、ね、え、今聞こえましたよ、ね、いやいや、そうそう、なんか聞こえたから。聞こえてくる。これでもここいますよね。いますね。右上、うん、ニューッと、うわーってこう、ここニューッと来て、ね、後ろから来てますよね。なんかいろいろブレちゃう。こっちはこっちで、こっちでいろんなところ怖がっちゃってそうっすね、そうっすね。抱きついてる感じなんですよね。抱きついますね、これ。うわ、怖っ、これ。これは怖いです。これ怖い。これ怖いな。見れないな、ちょっと。なんかこれ怖いな。何より怖いのが、亡くなってるのにこれを送って天城を取りに来てるってことですよ。確かに確かに。マジ怖くないですか。いや、マジで怖いですけど。怖くないですか。せめてみたいなところで、せめてみたいな意味合いがあったんじゃないですかね。ついてんの、ついてんのかね。これこうなって、足までね、こう、うわ、グイって絡みついてる。絡みついてる。絡みついてるから。しかも色もオレンジとか赤というか、これまずいですよね。真央さんの顔変わったもん、うん、この写真見た時に。僕より白くなってますよ。2体2体2体 ?2 体も連れてかれちゃった。色が違うのがいますもんね。あ、リスナー早く帰ってくれて。いや、ちょっとこれやばそうな雰囲気しますね。じゃあ次行きましょう。はい、次での写真です。うわ、え、こちらなんですけど、これズームにします。何ですか。石碑なんですけど、この横側、ここです、ここです。ああ、ああ、あ、いい。ああ、何これ。何ですか、映り込んでるという。人間じゃない。なんか、なんすか、それ。なんか、お面つけたような、はいはいはい、レザーフェイスみたいな顔。そうっすね、これは。大丈夫です。これ大丈夫ですか、これは。効果的な。これも大、これ大丈夫。これ大丈夫。どう見ていいんですかね。ここの、ここを顔と見た方がいいのか、全体的にこうお猿さんのように見た方がいいのか。ああ、どういうふうにも見えますよね。そうなんですよ。はい、半分ですよね。ここが目でね。そう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 。ここが目で鼻で、はい、みたいな。豚にも見えますよね。
豚にも反応しすぎですそんなこと急に言わないで豚いますよねと言わないでいますよねって豚にも見えますよねって言ったんですよね今ね見えない大丈夫そうですかね、うん、これ大丈夫じゃないですか、まあ、大丈夫ですか、でも不思議な写真ですね、うん、こっちはどうですか、お前やだここはこれこれはダメこれ何これだこれはダメですこれでしょこれで次なんですけど結構古い写真にはなるんですけど女性2人が、まあ、鍾乳洞みたいなそういう観光地に行かれた際なんですけど女性2人で撮ったんですけど連れ添いの方の顔がなんかこう覆いかぶさったように別人の顔になってると女性2人なのに男の顔になってるってことでこれってどうなんですかってことで送っていただきました。はい、これズームします。これ左側の女性の顔だけ色も顔もって違うの分かります。あーほんまや、下全部女性なんですよ。でも顔が違うんですよね、性別すらも。おじさんになってるんですよ。ほんとだ。でもなんか右の方がなんかおかしく見えますね。右の方ですか。なんか合ってるわけないですか。どちらかというとこの岩の色とか雰囲気に合ってるのって左の結晶感覚ですね。はいはいはい、はい、色の感じが、はい、色のえそれは普通なんですよ。右は人間なんで鍾乳洞の色に合う方が死んでるじゃないですか。死んでる、違う違う、そんな変なこと言ってますね。こっち違う、分かる分かります、僕言ってる。じゃ誰か、俺が分かってないです。誰か、俺が分かってない。いやいや、分かる分かる、確かに色味でしょ、うん、色味がね、色味がね、そうそう。左の人のなんかその他の写真があったら良かったですよね。そうですね。他だったら分かりやすいですよね。これだけで分かんない。でも多分確かに中年男性の顔になってますよね。表情が首のないように見えるんですもんね。これなんか同化してるんですか。影になってるじゃないですか。影ですね。そっか、なんかだから撮りようによっちゃなんか巻きついてるようにも見えちゃうっていう 見え方もね、捉え方もできちゃうみたいな。これ一人の写真ですってこれ送ってくれた人が書いてくれたよ、コメント。一人、えどういうこと、一人、えちょそれだったらちょっと意味話が変わってくる。どういうこと、えどういうこと、一人ってどういうこと、えあ、ちょっと待って、靴3つある、あれ足、ええちょっと待って、ちょっと待って、足が、ちょっと待って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 、これうわぁ、それはやばい、いやちょっと待って、いやちょっと同じ人だろこれ、え幽体離脱ってこと、うん、だからもう、えうわぁ、ちょっと意味がわからん、やばいよ、えちょっと待って、えちょっとどういうこと、えちょっと、えこ、あだから右側、右が幽霊なの、だから右の方が違うってこと、抜けてるってことでしょ、こう体がすっと、ちょ待って待って、どういうことこれ、あだから同じ表情と同じポーズなんですけどってことか。手つけてる。うん、右じゃん。手つけてる。怖っ。怖っ。怖っ。やばいってなんか。これ怖っ。こんな写真あんの？これめっちゃ怖い。こんなことある？いや。初めて見たこれ。見たことないよ。こんな涙出ちゃった。泣いてる。泣いてるぞ。怖すぎて。怖くて。これは怖いですね。どっちが本物？左が多分本物ですよね、足の感じ的に。こっち？こっち？左っす。左が本物。足どうなってんのこれ？つけてるから抜けてるとか。わかんないっすね。どっちがどうなって？よく見たら服装もバッグも全部一緒ですよ。うわぁ！やばいって！やばいって！これやばい！やばいってこれ！これ何これ？これめっちゃ怖い。ちょ、おかしいやろ。レベルエグいよ、わかんない。こんなん出てくるんですか？今までの写真にする一番怖いかもしれない。これ一番怖い。嘘でしょ？衝突。バックなんすね。バック。バック。一緒やもん。一緒のバック。はぁ？特級呪物よ、これ。やばいっすね。やばいよ、これ。ちょっとメール続報いただきたいですよね。うん、確かに。またね。ただ一応確認ですけど、これマナカナさんではないですか、ね。じゃあ何年後？今から何年後？もう今おばあちゃんになっちゃう。ね。マナカナさんだったらパッコ回す可能性もあるじゃない。じゃない。マナカナさんではない。やる1000円でしょ。可能性あるかもしれないですよね。リスナーでね、送ってくれてる可能性ありますけどね。確認でね、今ね。いやー、わかんないですね、これ。めっちゃ怖いな。ある意味リスナーの説明もないと怖いですよ。いや、そう、ね、怖いですよ。怖いですよね。後から入ってきた、実は一人で撮った写真なんですが、めっちゃ怖い。たまら次行きますか。怖い。こちらとあるツイキャス配信者の配信中の一コマらしいんですけど、
なんかどこかおかしいとこに気づきますかっていうメールとともに送られてクイズ形式みたいになってるんですけど、俺分かんなかったんですこれ。僕も完全に分かりました。何かがおかしいって言ってて、そのおかしい場所分かりますかっていうメールなんですよ。分かりました。どこでしょう。なんすか。え、やっぱ、物多すぎとかじゃないですか。違います。違う。いや、僕分かりました、本当に分かったんで。うん。だから、分かります。え、分かんないです。結構画面ですよね。どこのですか。スマホでしょ。中央左のスマホの画面に映ってるものの反射の角度がおかしくないですか。え、何スマホ。ほら。あ、顔。顔。ほら。え、本当だ。鼻。鼻、口。ここ変えてみます。これですか。あ、これですか。逆字っても大丈夫です。これまでいいですか。だからこの配信者の方は、はい、この向いてる方向が何ですか。こう、こっち側ってことは、はいはい、反射するときは顔が、顎が下にならないといけないはずですね。はい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 。こっちで発射する。ああ、なるほど。そうそうそう。なるほど。このカメラ側に人がいるってことになるんですよね。はいはいはい、うん。ああ。そういうことですね。すごいはっきり映ってるじゃないですか。しかも。怖。だから痛説もありますけどね。本当に。うん。よくあるこの映り込みあるじゃないですか。はい。女性配信者の配信、はいはいはい、男性の映り込みみたいな。その可能性もありません、ね、これ。あ、怖、うん、はっきりしてますもんね、顔自体はね。そうですね、うん、これ全然気づかなかったこのメール来て、なんかイラッときたんですもん、なんかクイズ形式でさ、分かるでしょ、どこか教えろやと思って10分ぐらい眺めたんですよ、これ。あら、そうなんですよ、でもどこに映ってるか全然分かんなかったんで。小さい顔があるようにも見えますよ、はい、ちなみに女性じゃないですよ、おかまなんですよ、この方。あだって誰おかま、モンチョリさんって方で。あ、モンチョリさん、おかまの方。よくご飯食べられてるから。そうそうそう、学生時代の写真とのことなんですが、ああえ、はい、これお分かりいただけますか。分かんない、はい、え、興奮してる、いや分かんない、いや興奮してない、興奮してない、違う違う、足で、足からさ、ジポジポじゃないです、ジポじゃない、からさ、俺テンション、違う違う違う、そういう目で見るやつじゃないですよ。確かに足は見てほしいんですけど、足も見るべきなんですけど、はいはい、そういう目で見ちゃないです、そういう目で見ないですよ。右側の一番右側の女性の足です。一番右側、はい、注目していただきたいんですけど、あ、足が透けてしまって、ああ、本当だ、まあまあまあ、右足が透けてるんですよね。奥にあるのは影ですか、それ足ですか、うん、あ、影だ、これめっちゃいいところ見ましたね。え、多分足は隠れてるんですよ、これ前足の後ろに。あ、で、その横が透けてるんじゃなくて足の影なんですよ。影だ、はぁ、足あるね、うわ、すっきりした、足ある、あー、なるほど、はいはいはい、ほら、ほら、ほら、足あるあるある、あ、ある、そういうことか、これ、あれじゃないですか、これ、あるあるって言ってズームにさせて変なとこ見ようとしてるんじゃないですか。うわぁ、あるー、前生きる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 じゃないですか、前生きるじゃないですか、もうもうしちゃうからダメっすよ、もうもうしちゃうから、もうもうしちゃうから、取っておきたい、取っておきたい、これ、なるほど、影なんすね、すごい、気づいた、すごい、これ足ある、まあまあまあ、僕も何十枚見てきてますからね。おお、よかった、さすが、続いて今気づいたのって、いや俺思ったけどタクさんじゃないっすよ、タクさんじゃ、気づいたの、取り合ってる、取り合ってる、何枚見てきたけど、ほんまや、よ、ほんま早かった、めっちゃ早かった、これ影じゃないですかみたいな、やっぱ、うん、でも影にしてはくっきりじゃないですか、左の影と違うって言ってますよ。ああ、確かに。あ、でもそれ影の、まあそれ、それはあの屈折です、屈折、はい、屈折です。分かってますよ、本当に屈折のことちゃんと。リスナーは否定してます、影を否定してます、影否定、影否定します、なるほど、影否定派、はい、影否定派結構いますね。へえ。じゃ続いて、じゃあもうちょっとはっきりとしたやつ。お、いいです。栃木県の某心霊スポットで撮れた写真という、はい、何枚か撮ったんですけど、この1枚だけもやになっていて、なるほど、その中にということで、ありがとうございます。うわぁ、すごい、髪の毛もない、これやばいですよ、これやばいっす、マジで、これはやばいっす、これはやばいっす、これは見られてる、これはやばいっすよ、怖い、これはマジ見れないっすよ、俺もこれ来た瞬間やべえ、これ怖い、これとんでもない写真っすよ、これ良くないことわかります、これは優しく、いやいや、これダメです、書いちゃダメです、なんでこれ合成じゃないっす、マジなんですよ、これ変えましょう。どうしたダメ。これは変えましょう。オブストップが出た、これは。これもし分かんない人いたらちょっとズームします。これ画面真ん中注目してください。これ怖っ。怖っ。あ、これが、はいはいはい。これはやばいですよ。これね、あのこういう感じで目動いてるから。ダメ。ダメ。これダメです。探します。斜め斜めで。
構右と左表情が違いますよ。うわこれは怖いよこれ。でこれ見たくないもん。俺も無理。見てこんなのあるの。怖い。なんか右笑ってるんですか。じゃ広角が顔だけ来てるねこっちに。でもリスナー消してくれたら言ってこうなってます。下がってそもうこれ止めやめましょう。これ怖え。これ怖え。これ心霊スポットで撮ったやつなんでしょ。そう心霊スポット。栃木県の心霊スポットです。実際にどんどんはっきり見える。こうあそう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 見続けてるとはっきり出る。これやばいっすよ。こっちに来てるんですよ。これはやばいですよね。これやばいですね。これやばいですね。追い上げてきましたね。追い上げてきましたね。デッドヒートだこれは。すごすぎる。ついてでございます。はい。こちら天井ってことですか。え？こことかここなんですかね。これでも翔さんのこと。タックさんのイベント帰りに泊まったホテルらしいですよ。え？泊まったその場所で撮られた。え、多分ここのリスターさんだと思います。か帰りに撮ったホテル、はい、そうそうそう。僕も映ってるんじゃないですか。そのイベント帰りと泊まっちゃダメですよ。はい、それどこなんですか、ね。多分それなんじゃないですか。この辺とかですか。あ、う、あ、ん。わっとね。これは大丈夫ですかね。まあそれも別に大丈夫です。大丈夫ですかこれは。はい。あ、確かあ中央ってことですか。中央眉毛眉毛目目ってことですか。ちょっと難しいですね。あ、ここああ目やえ、目眉毛、目目眉毛、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 目、目ああちょっと待ってこれ、僕似てません。いや、いいんですよ。めっちゃ僕似てません、マジで。この、この確かに眉毛に眉毛、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 白目多い感じとか言ったな。言ったでしょ。言ったよね、顔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 とか、顔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 、イベントに来た人のこと、タックさんがめっちゃ好きだったってことなんだけど、そう思いが、みたいなそういうことが僕をこう想像したからかもしれない。そうそうそう。なんで天井取ったんでしょうね。違和感あったんですかね。確かに。はい。確かに。怖いですね。言ったかもしれない。生き量オフパコの可能性。生き量オフパコという言葉が。生きパコの可能性。それでも生きパコ。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 あれ、バクロみたいなもん。これが？バクロ。用も末だ。なんで用を伸ばしたんですか。用も吸えないじゃん。用も吸えない。ラップブーム。あ、なるほど。はい、用も吸えラップブーム。どうすんどうすんこれ。これまあ大丈夫です。大丈夫です。これは大丈夫です。こっちはどうする。ちょっこれやばいね。これやばいね。まあ、まだ最後で、ね、復習もかねて。次でございます。はい。まあ、こちらなんですけど、この森のところがこう香り見えるということで、これはどうなんですかというか、まあ、これは心理写真というか、ちょっと自分は不思議に思ってるんですけど、どう見えますかということで送られてきましたね。なんかね、神秘的なね、こう人間にね、こう出てみたいな。鳥居になんか、ぐわって立てかけてありません？なんかそうですよね。これ鳥居ですよね、鳥居ですよね、うん、ここに。鳥居に何がこれ、こう立てかけられてるんですか、これ。なんか棒みたいなのが。え、こんなの見たことあります？隣になんか火星。いや、見たことないですね。目がいっぱいある。そう、目はいっぱいあるなと思って。そういう風に見える人見る。はい、まあまあ、目みたいなね、感じですけど。ああ、まあ。本当だ。いや、左目かなりはっきりしてるな。うん、これですかね。左というか右目か、その人からしたら。目がいっぱいあります。この辺りですよね。ここも目に見えますね。ちょっと引いてみたら。いっぱいある。大きい目もある。3つ見つけた。何個目を見つけるのかな。です。コンビニとかでコピーしてる時の謎謎じゃないんですよ。違う。ね、あの30秒使ってみたいな。違う。意外とむずい。むずいんですよ。違いますからね。ローソンとかなんじゃないですかね。はい。どこあるんだよ。鳥居が何かの、ほら、はい、この世とその神様がいる場所との、そうですね、分けるっていうことを言ってるじゃないですか。はい、ってなってくると、その鳥居の向こうにいる。なるほど。神様なのか分かんないですけど、悪いことじゃないですよね、うん、それで考えるとね。で、虹もエネルギーがあるから、パワースポットみたいな感じですよね。逆にプラスに考えていただいた方がいいかもしれないですよね。次です。うわ、これこちらも心霊スポットだと思うんですけどね。足元に赤いオーブみたいな、この赤いのがこうポン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 ってあるんですけど、ということなんですけど、あ、はい、あ、なんか他にもこれありそうな感じしてますよね、後ろの。実は明るくしたりしてね。後ろの次の言っちゃいました今一緒なんでちょっとやばいやばそう、ね、やばそうなんで、やばそうだった。いや違う本当だ、ここの上とかでも赤の赤の多いです。すごいですよこれ。あ、本当だ、うん、こんなにいっぱいあったんだ。何もこうお墓心霊スポットですか。お墓っぽいですよね。そうですね。
まあね、うわ上にもあるんですよ。わいっぱいいる。すごい数ありますね、これ赤いのが。コメントではもう一番左の子が将来イケメンになりそうだねっていうコメントがありました。一番左の子がイケメンになりそう、今ぐらいのイケメン候補を探す。ハーフパンツに余裕がありますもんね。ほんまや。なるほど、すでにね。ほんまや。多分肝試しに行ったんでしょうね。右側から覗いてる手が変とかね。手が変。え、そうかな。左、あ、左じゃないですか、左の手。いや、そっちじゃなくて、左側、右ですね。左も変じゃないですか。え、右が繋がってない。ちょっと待って、どうやって欲しいか。誰だって、誰だって。ちょっと待って、ほら、ちょっと待って、重なってる、重なってるよ、これ。指も手多すぎ。手多いっすね。手多すぎ、だってそれ。何何何、ほらほら、だって手太いもん、なんか。いや、待って、こいつの手でしょ。ええ、どこの手ですか、どこの手。この子の手でしょ。いや、その手はその横でしょ。指長いですね。これか。この子、この子。いや、その、この子の手がこれ。あーだー、その手がおかしいよ、なんか。指の数多くないですか、これ、なんか。どうなってんの、見えるだけなのかもしれない。指輪して、指輪してる指がおかしいですよね。ね、そんなところ指輪しないですもんね、これ。次行きましょうか。はい、ちょっと見えちゃったんですけど。はい、やばいやつだね、これ。こちらでございます、ね。わ、ああ、目でしょ。左のところから、ぐわっとこう。あ、すごい見てる。ぐわっと。全然わかんない。あの、もや、もや。すっごい目がはっきりしてるじゃないですか。綺麗。こっち見てる感じですよね。見てますね。これ何をと。確かにそこ気になりますよね。これ詳しくは書かれてなかったですけど、ね。なんか窓、うん、そうですよね。外、うん。ホタルですかね、これ。なんか光ってますね、外。あ、チカチカと光ってますよね。も光があるから反射かもしれないんですね。うん、隣のね、その光がそういう感じなんかね、だから見てる気やっぱ怖いっすね。いや怖いっすね、だからその光ってると上のものがやっぱ眉毛に見えちゃうから。結構でかいですしね、しかもでかい、うん、めっちゃでかいっすね。ちょっと吐きそうになってますよ。いやこれは別に大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫ですか。こちらなんです、うわ、何気なく黄色の丸が何気なく撮ったんでしょうね。橋の写真なんですけど、なんかボワーっとね、ボワーっとありますね。ここの黄色なんですけど、はい、まあ、多分ちょっと見づらいと思うんで、はい、ズームになっております。ズームの写真もいただいております。はい、え、うわー、うわー、うわ、これやばいな。うわー、あー、怖い。見てるよ。うわー。うわー、やばい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 、めちゃくちゃ見てる。これはやばいですよ。めちゃくちゃ見てる。これもやばいです。これもやばいですよ。これやば、これもやばいですよ。超一じゃないですか、なんかこれやばい。あの意思を感じる。あー、色もなんか怖い。めっちゃ鳥肌が。これも全部こうフォルダーに入れてたんですよ、ドラッグして。なんでこういうのテレビ送らんのと思った。それ確かに。なんで眠ってんだよって。多分クレーム来るんですよ、こんな怖すぎるから。これやばいっすよね。ダメっすね。怖すぎるから。ダメなんですよ。これこれめっちゃ怖い。やばいな。スネイプ先生じゃないか。もう亡くなってんすよ。スネイプ先生も亡くなってますから。じゃあ本当にスネイプ先生かもしれない。かもしれないですね。これ一番やばい。あ、やばいっすか。そうこれ怖い。マジか。あれめっちゃすえこちらなんですけど、こちらの有名な宮城県仙台の自殺の名所って言われて八木山橋に撮られた一枚の写真なんですけど、これ分かります。これちょっとちっちゃいんですけど、怖い。これやだ。これズームしますね。ここら辺注目してください。あ、いるいるいる。これやばいっすよ。なんで DDT やるの。これもうおかしいっすもん、これ。でかいっすね。でかいっすよ。でかいね。これ最初仕込みからだったんですよ。でもこあの橋のサイズ見てもでかすぎるんすよ。でかっ。こんなにないっすもん。これだって折り曲がってるとこっすもんね。そうそうそうです。ねこれやばいっすよ。発射様や。発射様や。発射様。シャレコワ、シャレコワ。手招きしてるように見える。ああ、そう、こう。ああ、こうしてる。右手がこうやって。怖いこれ。ちょっと待って、怖すぎる全部。なんでそんな送られてきてる。いや、わかんないです、俺も。これのせいで寝れないっすよ、これ。これやばいっすよ。なってるよ。
今まで見た写真で一番怖かったやつがここで全部出てます。どんどん更新してる。そう続いていきましょう。こちらの写真なんですけど、ここは特にまだ何もない写真で2枚連続で撮った写真で2枚の違いがちょっとあるな、おかしいなと思うんで、皆さん見て判断してくださいとのことで送っていただきました。これが1枚目の写真で、もう1枚次丸が出ますので多分場所分かると思います。ここ見てくださいとのことです。これ違い分かります？これ1枚目じゃないですか。1枚目には写ってないのに、ここの部分です。何これ、はいはい、この白い顔らしきものが、もともと反射してますからね。そうなんですよ。いや、ちょっと怖いですね。これは何ですかということで。何でしょうね。人形みたいですね。はい、そうですよね。ちょっと絵で描いたような花子さんみたいなね。うん、ちょっとでも動けばね、映り込むもの変わってくると思いますからね。そうなんですよ。海は連写と思っていながらも、もしかしたらね、うん、その思い込みとかで角度違いもあるかもしれませんからね。なるほど。一人でこんなの撮れたら怖いですよね。いや、怖い。絶対なんかあると思っちゃう。続いてでございます。おしゃれやな。あ、この方のね。おしゃれ、センスがいいね。配置がね。これ2つ、こちらはですね、オーブのような丸いものと、はい、カメラを撮ってる男性の下半身が映ってないという。ここですね、謝るになってるんですけど、映り込んでないよっていう。だから身長高すぎますね。そうなんですよ、なんかいろいろおかしいんですよね。元のサイズ感がいけつないですよ。もうなんか変なんですよ、変なんですよね、いろいろね。肩車ちゃいますこれ。これでも映ってないですよね。違う、これでもなんか背景じゃないですか、この辺とか。その手前の人は何やってるんですか。その手前の首の手前の人変わらなくないですか。お、首がない。なんか変な、頭下げてないですかこれ。下げてるんですかね。頭こういう風にしてますか。だから俺肩車かなとも思って、消えてるだ、消えてるけど、はいはいはい、肩車してるしてる、うん、その男性自体は写真を撮ってる、多分離れよし、あ、この前の人ってことですか。あ、その丸の人、丸の人自体は何をしてるんだ。多分写真じゃないですか、ね、花火大会 の写真を撮ってるで、さらに後ろから撮ってる。まあ、ちょっと夜なんでね、フラッシュでバーってなるから、そう、花火とね、なんかこの遠近法とかでこういろいろとズームの仕方とかで変わってくるから、花火の煙にしては丸いですもんね。確かに、はい、しかも手前ですもんね、これなんか立ってるものの本当だ、手前に来てますからね、奥じゃないですもんね。うん、ここのね、丸の部分もね、この棒のね、うわー、いいそうですね、古い写真ですね、いいそうですね。こちらは、どこだろう。腕だ。折れてる。折れちゃってんだね、腕がね。これやばいですね。こう長い。うん。怖い。どうなっちゃってんの？あ、なくなっちゃったよね。あ、でも、いや、こんなもんじゃないですか。そうですか。いや、だって。あ、こう手のひら長い。いや、ちょっとで、あ、手で長いか。ぐにゃ。だって。T シャツの袖から考えると袖短すぎになるでしょ。こんなんですよ。いやこれが手じゃないですか。これ折れてるとこ。そう、俺もそう思う。ですよね。手のひらこうなって。ああ、なるほど。でかけてきてるんで、多分水平に飛ばしてるんじゃない。うん。なんかちょっとこう角度ついちゃったのかなっていう。そっちずつも。で、だからカバンがあるから、カバンの中に手入れてるからもっと長いように見えてるというか。実際カバンの中には手入れてなくて。手のひらだいぶでかいですけどね。ほら、ここを見ると別に違和感ない。まあ確かに、はい、なるほど、ね、ここまでって考えたらね、手のひらっていうね、全然これはなんだっていうね。こう見ると変に見えてくるけど、聞くと夜とそんななんか違和感ないというか、でもいい写真ですね。いい写真、めっちゃいい写真、いい写真ですよ。なんか大きくなりますね。うん、続きましょう。はい、こちらですね。はいはい、下半身の方ご注目いただきたいなって。あら、下半身、綺麗に足が、そうす、ね、左足だけになってるのか。そうなんですよ。座ってる感もないですか、なんか若干。ある。めっちゃいいこと。そう、座ってる感ありますよ、ね。いや、俺多分座ってるんじゃないかなって思って、ね。ああ、ちょっと高い。いや、同じこと言ってたじゃないですか。やめてください。なんか言ってました？紹介で必死なんですよ。どこだろう、紹介で。言ってた。まあ、でも昼ですよ。パティも降りてる。昼モーモン。トーク昼ね。トーク昼です。トーク昼モーモンする。ストークヒル、ストークヒルって言っちゃった。まあ以上が、あ、なるほど、お写真になります。すごいハイレベルな、うわ、でも悩むなこれ。
スネイプ先生も怖いしな。いや、スネイプ先生って言ったら怖くない。ここからです。これ1ですよね。翔子さんから。僕ですか。僕は八木山橋です。あ、八木山。一番出くわしたくないやつかなって。あ、これですね。なんか物みたいな存在なんですかね、これ。いや、それでかいんですよ、だって。意味が分かんないですよね。これ怖いですね。これなんか人ぐらいのサイズだったら、あ、仕込んだなとか思ったりするじゃないですか。はい、でかいですもん。でかい女って怖いですよね、なんか。はい。3メーター級のね。怖い。しかもそのガードレールみたいなの向こう側にいるように見えるじゃないですか。はい。それが余計に怖いんで。なるほど。隙間ないですもんね、そんな。隙間ない。これ怖いですね。僕、いいですか。はい、たくさん。僕、7番目のやつですね。7番目。7番目。ああ、あれですね。ちょっと待ってくださいね。これですね。これ。これね。鍾乳洞。それね。いや、これ初めて見ましたし、でしかもこのあんまりにも違和感がなくて最初気づかなかったんですけど、確かに。でもよう見ると全然違う。で、やっぱ右に最初感じた違和感っていうのは右が若干こうなんでしょうね。ちょっと言い方悪いですけど、こうなんかこの世の人じゃないというか天国に行った人みたいな、こう光が五光がぶわ当たってて。輝いてこう上にあとバーって光に包まれていく感じの写真にも見えちゃって、こんだけはっきり写っててただ若干色は違って、あの僕よく金縛りあるんですけど、まさに金縛りあった時の部屋の見え方にそっくりなんですよ。あの部屋の配置とか物は全部一緒なんですけど色が違うんですよ。金縛りあう時ってガッて光ってたりとかちょっと若干違いがあるんですよ。こんな感じで映るんですよ、本当に。ちょっと白飛びしてるみたいな。あ、そうですそうです。もうあんな感じなんで、それも含めて僕これが一番怖いなって思いました。一人か二人かによって見え方変わってきますけどね、はい。これあれですよね。一番怖いのですよね。はい。一番怖いやつですよね。はい。11です。お。怖い。うわ。うわ、怖っ。怖いっすね、これ。いやすごい今近く見ちゃった。怖い怖い。怖い。表情変わるんですよ。変わる表情。あ、笑った笑った今これね。笑ってるようにも見えるし怒ってるようにも見えるんですよね。なるほど。なんか見るたびに、はいはい、その時の表情がもしかしたらこっちに向かってきてるんですよね。そう、来ますよ多分そろそろ。あ、そうだ、そろそろ来ますよ。え、これですか。でも多分ここじゃないなってどこ行きますよ。僕すり抜けて間違えたよ。ここで配信はしてないだろう。違うな。うわぁ、あーすごい。あー、はっきりだ。あー、いや怖いですね。怖い。はい、これです。僕は怖い。はい、もうみんなバラバラです。え、これでもばらけてしまうと1番っていう方が決め、まあでもまだまだわかんないです。いや、そうなんですよ。でもってこと僕何番。5番。これですか。僕これですよ。うわー、まあこれもね。僕はこれが、いや、ダメです。その女性が。僕っすよね。あ、そうだ。そうだ。そうだ。じゃこの中でって感じですか。そうじゃない。この中にある、あります今。あ、僕あります、あります。あ、じゃあ、これで決まりますね。僕はこの放送とかじゃなくて、先に見てるじゃないですか。やっぱり、はい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 、写真をフォルダーに写さなきゃいけないんで。はいはい、やっぱり一番、生配信中に出さないで俺編集やってたんですよ。ちょっとまあ別のサイトなんですけど、配信やった時にうわって言っちゃったのが11番ですね。おー、はい、11番、はい、これは実際に見せたくないなっていう、本当怖いなと思ったのがこれだ。これすごい、これですね。最強の声。そうですね。で、理由もあって、その八木山橋とかも分かるんですけど、ズームにして見えるものとかじゃないですか。これもバチッて開いて即なんで、うんっていうのがなかったんですよ。で、どこどこじゃなくて、開いて誰でもこれでしょって言えると思うんですよね。うん、だからこれ見てから背中痛いんですけど、ね。そうは。しかもこれスマホで撮ってますもんね、画面にも、はい。基本やっぱり写真にストーリーってあるじゃないですか。例えば、鍾乳洞でも一人なの、二人なのとか、どっちなのみたいなとか。いろいろあると思うんですけど、ここで撮った写真とか。これだけは説明いらないよねっていう、これだけで伝わる迫力。もう最強心理写真賞なのかなと思ったんですけど、皆さんどうですか。いや、僕ありがとうございます。いや、
手元にもタックさんのこれ待ち受け画面で。なんでやねん。なんでやな。1ヶ月か。なんか1ヶ月なんで罰ゲームだ。1ヶ月か。え、まあ、なんかの勝負してたんですか今日。なんでしょうがないんじゃないですか。しょうがない。嫌ですよ、こんなの。いやー、怖かったっすね。いやすごいですね。こんなに集まってくるんですね。すげーなー。ちなみにさっき女性2人って言ってたじゃないですか。これなんかアブクマってとこらしいですね。2人で撮ってるみたいですね。詳細のこれ2人で撮った写真。めちゃくちゃ有名なところです。あ、2人で撮ってるんですか。コメントで1人であってあったんですけど、多分違うリスナーがまたコメント書いてるかもしれないですね。あ、そうそう、2枚で撮ったみたいな。片方の人の足が消えてるってことですか。多分そうだと思います。え、でも格好も今ちょっと全部一緒だった。不思議だったんでちょっとメール読み直したんですけど、でも全く一緒じゃなかったですか、あの2人。はい、親戚のおばさんと、おばさんと、親戚から血ちょっと引き継ぎすぎじゃないですか、ちょっと親戚のおばさんたまにあるけどね、まあ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 、自分のセンス親戚のおばさんのやったんやみたいなたまにあるけど好きで、すげえ。おばさんの旦那さんが撮ったと。右のおばさんは違和感のない表情なのですが、下半身がなく、左の影のようなおばさんは全身はありますが性別が変わってしまっているように見えます。何か、あ、一人なのかこれ。え、じゃあ足がなくなってるのは気づいてないんですか。え、ちょっともう一回出した方がいいですね。確かに何人なのかっていうのが気になりますよね、はい、ちょっと俺がメール読み間違えたのか。おばさんとおばさんって書いてあるから、おばさんとおばさんで2人で撮ったと思ったんですけど、あ、1人ってこと。やっぱりやっぱそうですよね。おばさんを撮った写真ですか。旦那さんが撮ってんですよね。旦那さんと2人で行ったんですか。そうですね、親戚のおばさんが、数年前に阿武隈道で撮った写真、はい、おばさんの旦那さんが撮った、はいはい、で右のおばさんは違和感のない表情ですが下半身がない、はい、左の影のようなおばさんは全身はありますが性別が変わってしまっているように見える。じゃあやっぱ一人で撮って2個になってんだ。でも、あ、なるほど、投稿者の方がすんなりと右左のおばさんを受け入れちゃってるから。そうか、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 そうそうそう思っちゃったんだ。だからどうなんですかね、どうなんだろう。うーん、鏡の世界を一人なんだこれ。やっぱりやっぱ一人ですか。じゃあもう二人にもう賞与えよう。このおばさん2人ですか。違う違う、このおばさん、このおばさんにこのおばさん2人に住所どこにあるの。なんで、阿武隈ですよいや、行った場所だから阿武隈と。あ、じゃあこれ1人なんだこれもう。1人って言ってちょっと僕が画面出しましょうか。まあ不思議ですよねこっちは。はい、うん、謎が多い。これ見たことない、見たことない、知りたい、何なのか。最強に怖いのはやっぱ11番なんですけど、うん、これはこれちょっと、ね、MVP 与えたいなと思います ね、 すね、うん、2人に、はい、さあ優秀賞。お、素晴らしい、すごい写真。そうしよう、これ1人ってやばいですね。怖いですね、改めて。ようチェックしましたね1人で。チェックしたんすよ。なんで文章まで読めなかったんで、頭入ってこないですもん。で今こうやってみんないるんで読み直したら、1人なの2人なのどっちだろうと思って怖いわこれ。そこで知っちゃうとよっぽもっと怖いですもんね。そう僕もあんまり知りたくない、みんなと同じ感覚で見たいんで、説明文もある程度は読むんですけ ど写真だけドラッグしてたんですけど、いやすごい写真だねこれね。どうでした、ちょっと順番に今日のまとめつつ心霊写真とかも見ていただいて、白子さんから。もうそう思ってた以上のその写真、まあ、僕もその心霊写真っていうのを撮ろうとして撮ってるんですけど、はい、で一回もまだこういう感じの撮れたことなくて、やっぱその中でもかなりこうレベルの高い写真がこうやって見ないと集まるんだなと思って、また見てみたいなと思いましたね、こういうのは。いろんなオカルトの番組であったりとか、はい、動画っていうのは撮ってるんですけど、今日が一番楽しかったですね。逆に楽しかった。リアルタイムでこの視聴者さんの反応が来るってあったりとか、うん、わ怖いとか、写真をこの怖いを共有することってあんまり僕ないというか、ので新鮮だったっていうのもあるんですけど、怖いっていうコメントでまた怖くなり、視聴者さんがこれ気づいたところでまた怖くなりで、新しい発見があるみたいな、やっぱ一体感って大事なんだなって思いましたね、うん、怖楽しい、新しいジャンルですね。よかったです、怖くて楽しい、今日が一番楽しいです。ありがとうございます。ホラー系でちょっと帰りに寄り道して帰りましょうあの写真はやべえ。やべえですかやばい、ちょっと運転中に僕がバーッと出したら怒ります。やめてよ、みんなで事故る、みんな事故る、やめなさいよ。また自チャンネルでも解説してほしいですね、今日のこの写真とか、もしよかったら使っていただいて、スタッフの方にデータを
本当に嫌なんで。僕は嫌なんで。どう思うかっての詳しいと思うか。そうですね。いやちょっと見たいですね。はい。ちょっとなんか他にもいるじゃないですか。この霊感が強いと呼ばれてる方たちに、はい、みんなで検証したいですね。ああ何なのかっていう。何かが分かるかもしれないんで。はいはい、うわ。じゃあ違うオカルトトークの2この。2段に増えてこの後ろにはいろんな様々な怖くなくなるじゃないですかそんな増えたパンパンにしてパンパンになっちゃった暑いしありがとうございますありがとうございますももさんその心霊写真とかをいやちょっと待ってもう試写会のコメントみたいな感じいやもうつまり、まだまだ起き上がるから、ま、ここからここから不死鳥のように起き上がるからはい心霊写真を心霊写真を見るみんなで見てうわっとか言うのにすごく適した人数だったなっていうことをまず思います。なるほど。4、5人ぐらいの感覚で、はい、なんかその雑誌に載ってたやつをクラスの放課後にみんなで見てみたりとか、でうわっ こんな感じじゃねえとかってうわっここやばいやばいっていうのがすごく僕中学校の時に。ちょっと半年ぐらい学校あんま行けなかった時あったんで、はい、すごく懐かしく思いましたね。その時のことちょっと思い出しました。こういうのっていいよなって。確かにそれめっちゃ思いました。はい、だからなんだろうな、怖いんですけどそれが何かということも別に断じることもできないけど、みんなで怖いっていうものをわーって言えるっていうのって一体感みたいなところもあったりして、はい、ここは素敵な時間だったので一体感に僕は言いました。一体感言ってました。一体感って言ってました。ちょっと考えて2年ください。2年後にはちゃんとしかありがとうございます。ありがとうございます。いやもう本当皆さん来ていただいて、今日は、まあ、ある意味主催でもあるんですけど、一リスナーとしてこう、まあ、普段は僕も自分の配信で怖い話するんですけど、ね、いろんな貴重な話というか、ね、心霊的な話とか人間の話とかオカルトの話、本当タイトルに添えた配信だったんじゃないかなと思いますので、ちょっと時間オーバーもしてしまいましたけれども、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやー面白かった。面白かったね。みんなの話も怖いですけど、知らん人から送られる写真やばいっすね。やばいっすね。やばいっすね。強いですよ。ぜひ機会ありましたね。またお越しください。ありがとうございました。本日はオカルトークでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。